小野江郎は日本の特撮映画、テレビの特撮監督、鹿児島県出身。学生時代に自主制作映画へ携わったのをきっかけに、テレビ番組の装飾、小道具を手掛ける大アキラ紹介でアルバイトを入る。以後、映画、コンサートを中心に美術、装飾、特殊効果マンとして活躍。1982年の映画、爆裂都市ワーストシティで、 美術スタッフとして映画キャリアをスタートした。1985年に特撮研究所所属となる。スーパー戦隊シリーズやメタルヒーローシリーズなどで総演技師を務めた後、1994年ブルース・ワットで特撮監督としてデビュー。東映特撮のデジタル化を推進した。その後、同専務取締役となる。2011年10月27日。 VFX ジャパンキックオフミーティングではパネルディスカッションに登壇した。映画監督の小形明とは佐賀県立佐賀西高等学校時代の同級生で小形のデビュー作東京白菜関係者では主役の白菜男を演じた。特撮研究所では矢島信夫から効率重視の精神を叩き込まれたと言い,い自身の仕事においても自分がやりたいことに 注力するよりもそれを切って作品全体の質を向上させることを重視している。スケジュールは初日をきっちりこなすことでスケジュール通りに進むようになると持論を述べている。ありがとうございます。